川から草野、草野抜けた、草野、山口同点。飲水タイムが明けてすぐに同点ゴールが決まりました。山口です。続いての2試合連続ゴールになりました。そうですね、これ石川選手からもそうですけど、これセンターバック2人があのロングボールに対して目測を誤って完全にボールをクリアできませんでしたよね。でいて草野選手のところにうまくタイミングよくこぼれてきたっていう感じですよね。こういう流れの中でボールを見ながら体に当ててうまく落ちたのが自分の方向に落ちてきて、まあ、これただシュートは素晴らしいですよね、はい、逆サイドをうまく狙って、